高専学力入試対策、中一数学予習講座。今回の動画は、比例と反比例についてやっていきたいと思います。結構大事な単元、概念になるので、頑張って聞いてみてください。え、まずですね、最初の言葉の確認ですね。変数、定数、関数です。まあ、方程式の問題で商品を買った個数を X で表したりするように、ある数量を置き換えた、いろいろな値を取る文字のことを変数と言います。イメージとしては、箱があって、 その箱の中に好きな数字を入れることができる、みたいな感じですね。例えば今日の気温 X って言ったらいろいろな値を取りますよね。この場合変数って言ったりします。で、変化しない決まった値を定数と言います。例えば、円周率3.14は変わりませんよね。3.14って直径をどんな大きさの円でもだいい三3.14倍したら周りの長さになるよ、みたいな割合のことでした。水の沸騰する温度、まあ、基本的には理科で100度って習いますよね。まあ、もっと複雑な話なんですけど、基本的には100度。 っていう風に習います。こういう風に変化しない値を定数って言いますね。もう一つ。二つの変数。例えば、X と Y があって、X の値を決めると、それに対応する Y の値もただ一つに決まるとき、Y は X の関数であるって言ったりします。X を決めたら、Y が自動的に決まる。しかも、1対1だよ。みたいな関係のときです。イメージとしては、こんな感じ。入力があって、その入力を A 倍。まあ、分の1倍とか、マイナス3分の4倍とか、5倍とか、マイナス3倍とか。まあ、こんな感じ。機械で処理して、出力がポコン。 で、1個出る。この関係のことを関数って言います。で、特に x が入力で y が出力のとき y は x の関数だよっていうふうに言います。x に関係する数ってことですね。なんで関係するかっていうと x が決まったら y が決まるから。例えば x を a 倍した数を y としましょうっていうふうにした場合 x を入力して a 倍した数が y になるから x が決まれば y も決まるという流れになります。このイメージを持っておいてくださいね。で、変域です。 変数の取り得る値の範囲を変域と言います。例えばゲームのキャラクターの攻撃力が1から999まで設定できるとした場合、まあ、変域のイメージは1から999。このように書きます。1以上999以下っていう意味ですね。まあ、これも一緒です。マイナス7以上5以下。5以上11以下っていう感じです。で、比例です。これは小学校の時ありましたね。y が x の関数でこういう風に表される時、y は x に比例すると言います。 まあ今回で言うこのバージョンですね。で、他の言い方もあって、こちらも絶対覚えておいてください。x を2倍、3倍、4倍すると、y の値も2倍、3倍、4倍になる。まあ、これね、合言葉のように覚えてる人がいると思いますけど、まあ、実際どういう変化なのかっていうのも知っといてほしいです。まあ、こんな感じ。これ見てください。これを理解しておけば大丈夫ですね。入力、x って入力でしたよね。入力である x を2倍、3倍、4倍、5倍って変化させたら、見てください。それぞれ4倍した関数になってますね。 これをそれぞれ、X を入力して、入力として、Y を出力とした時の表をまとめました。でこれは、X が1だったら4。で、2だったら8。全部4倍してますよね。3だったら12。4だったら16。全部この X に入れて、Y を出してます。そうした場合に、X が2倍、3倍、4倍、5倍になった時に、Y の値も2倍、3倍、4倍、5倍になってるよね。この関係の時、比例って言います。比例ね。比例のイメージ2つ持っておいてくださいね。この式で表されるか、表にした時にこの関係になっているか。このどちらかが満たされれば、比例というふうに言えます。 で、A のことを比例定数とか傾きとか変化の割合って言いますね。はい。で比例の式の求め方なんですけど、この3つの分からないもののうち、2つ分かってないと求めることができません。まあ、今回の場合、X と Y が与えられて A を求めにかかるって感じです。問題で、 X と Y が与えられるから、その値をこれに代入して、これ一般式って言いますね。公式みたいなやつです。一般式に代入して、で、A を求めていきましょう。じゃあ実際に問題解いてみてくださいね。一応基本だと思いますけど、頑張っていってください。それでは実際に解いてみてください。ま、ちらちらこっちを見ながら解いても大丈夫です。それでは、皆さんが解けた前提で解答を確認しましょう。答えはこちらです。どうだったでしょうか。まず、未満。これ気をつけてください。未満だと以下とは違って、含まないので、ここにイコールがつきません。だから、今回の場合、X 小なり8という風になります。あとは一緒ですね。以上以下の場合はこの記号を使います。 2番。y が x に比例しているもの。まあ、要するに、一般式である、この形で表されるものですよね。なので、今回で言うと、2番と4番が正解です。で1番は余分なものが入ってますね。プラス1。これは比例とは言えないんですね。で3番。これ、x が分母に来てます。x が分母に来ている場合は、またこの次の単元である、反比例という式になるので、おかしいです。なので、比例しているというふうに言うためには、さっき勉強した、この一般式の形になっていないといけないので、2番と4番が正解。で3番。 これね、y は x に比例しと言われた時点で、この式が使えると思ってください。y は x に比例しというふうに問題文で与えられたら、この一般式を使っても良いというふうに思ってください。そうですよね。比例するってことはこの式だよというふうにさっき勉強しました。もしくは逆も言いましたね。これ、この式が成り立てば比例だよとも言いました。 じゃあ、これ同じように解きます。ね。x と y が与えられてます。1一つのデータです。2の時8ですよ。2入れたら8が出てきたよ。マイナス1を入れたら3が出てきたよ。でこれヒントですよね。で、この時、y を x の式で表しなさいで。簡単ですね。一般式にこの2つの値を代入して、a の値を求めます。じゃあ、y に8。 で、x に2を代入すると、この方程式が立つから、あとは a について解くと、まあ、比例定数傾きが出るので、元々のこの a の式,式に、これに入れてあげましょう。そうすると y、y イコール 4x。で、同様にしますね。えー、同様に、この一般式にこの2つの値を入れて、で、これですね。比例定数傾きを出します。ね。比例定数傾きを出します。そうすると、a がマイナス3って出ますからね。えー、元々の一般式に a イコールマイナス3を代入する。で、さらにこれ続いてますね。この問題は。ここまで一緒なんですけど、これ。この時、 この比例テ数ス出した上で、じゃあこの式において x が3の時 y の値はいくつになりますかっていう風に言ってるわけですね。じゃあ、式を求めれたので、この出てきた式にさらに x イコール3を代入しましょう。そうすると y イコール 3x の x に3を代入するから、まあこうなるわけですね。ということで y が9ということになるわけです。OK でしょうかそれでは引き続きいきます。座標に関してですね、まあ横軸方向、横の方向の、ね、数直線を x 軸、縦を y 軸っていう風に定めます。で、これ合わせて座標軸って言ったり、交わるところを原点って言ったりしますね。 で、右のね、このグラフ上の点 P の位置を、X 座標が4、X 座標が4、Y 座標を3として、4、3っていう風に書いたりするんですね。で、この4、3を点 P の座標って言ったりします。ね、横方向にこれこれ、縦方向にこれこれ、っていう風に、まあ、いろんな点をここね、えー、座標上にある点を表していきます。で、横にこれこれ、縦にこれこれ、っていう風に表していきます。OK でしょうか。じゃあ、これを使って、なんかね、やってみましょう。 じゃあ、復習もね、問題入ってるので、えー、頑張ってみてください。それでは、実際にやってみましょう。じゃ、あ答え出しますので気をつけてください。答えはこちらです。はい、どうだったでしょうか。まあ、これここまで一緒だからね。前の問題と一緒だから、飛ばします。で、えー、2番ですね。まあ、これもほぼ、ほぼ一緒ですね。まあ、これ気をつけてください。これが答えなんですけど、これ書き換えるとね、8分の X って8分の1かける X だから、一応この形にはなってるわけですね。A が8分の1になってるだけです。で、4番は分母に X が来てるから、これダメですね。反比例です。反比例の式です。これは比例ではありません。で、これも、ね、この、プラス5っていう余分なところがついてますから、これは比例とは言いません。まあ、実際に書いてみればいいですね。 この2番の式において本当に比例じゃないのって思ったら、こうやってね、同じようにこれ書いてみて、これ書いてみてください。3、1、で、マイナス1みたいな感じで。これを2倍3倍したとき、こっちも2倍3倍になってるかどうかチェックしてみてください。なってないんですね。だからこれは比例ではないですね。じゃあ3番。これも簡単ですね。もうこれが正解です。まあ、2いって3上がってる。で、マイナス2いって4上がってる。で、5いって、マイナス3下がってる。で、マイナス4進んで、0でね、上も下にも行ってないから0。 っていうことです。はい。これは簡単だったと思います。それでは次の問題行きましょうえ。比例の復習ですね。これもさっき勉強しました。比例するときこれで表せるし、比例するとき、x が234倍になると、y の値も234倍になる。で、比例のグラフっていうのを今からやっていきます。まあ、先ほどちょっとやりましたよね。先ほど、このような、えー、表を書きました。で、これを、x が1のとき y が4、x が2のとき y が8、x が3のとき y が12、 この関係をグラフ座標で表していきますえ。そうするとですね、例えば y コール 3x だったらこのようなグラフになって、y コール -2 分の 1x だったらこんなグラフになります。何がわかるかっていうと、必ず原点を通っていますね。これが一つ目。原点を通っています。で、比例定数、a が正のときは右肩上がりになります。右肩上がり。ね、右肩上がり。右肩上がり。右肩上がりで負のときは右肩下がりになりますね。右肩下がり。で、このグラフをどうやって書くかっていうと、あの、わかっている点を二つ見つけます。例えば、x が1のとき、これ代入すると y が3ですよね。だから、1、3を通るっていうふうに考えます。で、次。 例えば、x が -1 の時、y は -3 ですよね。だから、-1 と -3 っていうふうに座標を考えます。じゃ、この2点がこことここだから、この2点を定規で綺麗に結んであげると、グラフが書けます。同じように、ここが分数でも気持ち悪いですけど、やっていきます、普通に。例えば、x が2の時と、x が -2 の時、y はどうなるかっていうと、 これは簡単でマイナス1と1のわけです。そうすると、こことここ通るってわかるから、これも結んであげると、グラフが書けるということですね。じゃあやってみましょう。復習問題も入ってますからね、頑張ってください。それでは、皆さんが解けた前提で確認していきましょう。答えはこちらです。どうだったでしょうか。まあ、ここはね、もう同じ問題だから、あの解説は割愛します。まあ、比例式って書いてるから、まあ、これ一般式を出してで、一般式のこの x と y に与えられた、一、まあ、つの例だよね。x と y の対応を一個ずつ入れます。入れて、で、入れて、そうするとね、a に関する方程式が立ちますから、 じゃここで A を出すわけです、ね。A が出てきました。比例点数が出てきて、元の式に代入してあげます。元の式に代入してあげます。で、1番はこれで終わり。で、2番はちょっと違って、ここまで求めて、さらに聞かれている X の値を入れて、Y の値を出してください。うん。じゃあ これはさっと解説ってことで飛ばします。で、2番、これが本題ですね。関数これこれについて次のとおりに答えなさい。まず、表完成させますね。x が入力なので、これを1個ずつここの x に入れていきます。0の時は、1の時は、2の時は、3の時は、みたいな感じで全部入れて掛け算してください。ま全部これ2倍すればいいわけですね。2倍、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 2倍2倍して全部出ました。じゃあ、これね、2点でいいでしょう。例えば、これとこれだったとしたら、1と2、マイナス1と2、マイナス2。2点分かったからね。これを。 結んであげます。結んであげたら正解。ということになります。OK でしょうか。はい。まあこれ、横が入力、縦が出力ですからね。で、これ、入力、出力。式が与えられているから代入すれば、空欄でも出せるということです。それでは次行きましょう。4枚目です。まあこれ、ほとんどもう全部、復習問題ですね。新しい内容ありません。新しい内容ありませんので、頑張ってください。で、ちょっとね、解説しておかないといけないですね。あの、4番のグラフを書きなさいっていう問題ですね。ここの3分の1とかマイナス2分の1、これね、違った解き方があるんで、ちょっと説明します。さっきの解き方だと、自分でこれをね、全部書いて、全部書いて、 まあこれねグラフを書いてもらったんですけどまあ解説パートでちょっと違う解き方をします。でちょっと皆さん解いてみてください。でこれ1番と2番。で3番と4番。 解いいてててみてください一応全全体体しておきますね全体の画面はこちらですはい。それでは、皆さんが解けた前提でね、お話を進めていこうと思いますので、えー、頑張ってください。じゃあ、いきます。1番はね、こちらになりました。大丈夫だったでしょうかもうほぼ同じ問題だから飛ばしますね。で、2番。これね、自分でまず式を立てないといけませんね。正三角形って全部の辺一緒だから、xxx です。で、周の長さっていうのはね、全部足せばいいから、y っていうのは、1辺の長さの3倍ですね。同じ長さの辺が3つあるから 3x になります。 1> で、1個90円のお菓子が X 個あるわけだから、単価ですよね。1個あたりの値段のことを単価って言います。1個あたりの値段が出ているので、それに個数をかけてあげます。そうするとね、全体の代金が出ますから90、90×X をして、で、代金 Y っていうのは 90X というふうになります。式がそれぞれ出せて、比例定数はここの数字のところだから気をつけてください。X は入りませんからね、比例定数、気をつけてください。で、3番、座標の復習ですね。P と Q の座標それぞれ出しましょう。これ2って3上がってるから23ですね。で、マイナス4戻って、マイナス2下下がってるから、マイナス4マイナス2ですね。で、次、直線になる関数の式をそれぞれ求めなさいっていうふうに言っていますま。 まあいろんな解き方があるんですけどさっき教えたやり方でやるとすれば、まあ、x と y が、まあ、12を通ってるから、ね、12を通ってるから、まあ、y=ax に1と2を代入して a が2っていうふうに出して、まあ、y=ax の a に2を代入してあげて正解を出すっていうやり方でもいいですし、まあ、こっちもやっとこうか2番ね2番はどこ通ってるかっていうとちょっと切りがいいところを探します切りがいいここでこれマイナス2と、えー、5ですかね、えー、5, 5を通ってる。 マイナス2と5を通ってるから、じゃあ x にマイナス2、y に5を代入する。そうすると一般式に y に5、x にマイナス2を代入すると、えー、あこれ a か。代入すると、えー、この a ってどうなるかっていうと。 えー、マイナス2分の5になるわけですまあ、A がマイナス2分の5ということですねということで同じように比例点数に代入してあげればいいということですでもう一つ解き方があるんですけどこれがね先ほど勉強したあ勉強しようと思ってたこれですね X の増加量と Y の増加量の比を出せば実は傾きって出るんですねどういうことかっていうと例えば X の増加量ってどれぐらい X が増えたかっていう話ですこれ1増えてますよね1増えて2上がってます で、実は、X の増加量を分母に持ってきて、Y の増加量を分子に持ってきたこの比っていうのが、そのまま実は変化の割合になるんですね。これ使ってみてください。同じようになってます。1上がって2上がってる。だから、1上がって2上がってる。あだから、1番の傾きは2なわけです。で、2番、これね、これに関してはどうかっていうと、切り抜いたところ、こことここですよね。ところは、2増えて、5下がってますよね。ね、こっち方向が正だからね。うん、増えてる方です。で、こっち方向が正です。だから、2増えて5下がってるわけです。じゃあ、X が2増えて、Y が5下がってます。 x ががが2増えてて y 5下がってるそうするとどうなるかっていうとね x が2増えて y が5下がってるからな x が2増えて y が5下がってるわけだからマイナス2分の5。あ一瞬で出せる。 こっちの方が楽じゃないですかうん。あ、もしできそうだったらこっちのやり方でね、絶対やってください。じゃあ4番。えー、右の図に、えー、次の関数のグラフを書き入れなさい。もうこれも同じようにやればいいです。もう本当ならばね、こうやって、本当ならば x が1の時 y は何ぼですか ?x が2の時 y は何ぼですかとか自分で調べないといけないんだけど、まあ、さっきの変化の割合の知識を使うと、絶対原点通って、絶対原点通って、で、x が3増えたら y が1増える。x が3増えたら y が1増える。ね。x が3増えたら y が1増える。あ、だからこことここを結んであげれば答えが出そうだ。っていうやり方もいいですし、これもそうですよね。これは、 1>, 1分のマイナス2ってみましょうか。まあ、どっちでもいいです。マイナス1分の2ってみてもいいです。そうすると、1増えて2下がる。1増えて2下がるあ。これでいいんじゃないですか。1増えて2下がる。ね、これでね、分母に1が隠れてますから。だから、1増えて2下がる。1増えて2下がる。でこれを結んであげたら、あ、答えということになります。いかがでしょうか。じゃあ、ラストの、比例のラストのね、えー、プリントに行こうと思います。えー、こちら、解いてみてくださいね。もうほとんど新しい内容ないので、自力でできるはずです。はい、いかがでしょうか。それでは、実際にやってみてください。どうぞ。 じゃあ、答え、解説、表示するので気をつけてください。それでは、こちらになります。はい。で、1番大丈夫ね。これ同じ解き方です。で、2番。これ一応やっときましょう。文章題だから。えー、時速、速さ、時間、道のりが出てきてるんで、見端を使いましょうね。えー、道のりをと、聞かれてますね。道のりを聞かれてるので、まあ、速さかける時間ですね。だから、速さかける時間で y、y コール 60x。ね、道のりが y ですから。ね、速さかける時間は道のり。 とで比例定数は60。で、次、1m が20の針金の重さは y です。xm の重さは y ですって言ってます。1m で 20g なわけです。まあ、比例式使ってもいいですね。1m で 20g であれば、xm で y ですよ。じゃこれを比例式解いてあげたら、20x イコール y ということになります。まあ、これでもいいんですけど、まあ、普通に考えて割合で考えればいいですよね。1m で20であれば、まあ、そのまま、1m が20ってこれ、基準になりますからね。1m って便利ですよね、基準だから。で、そのまま、y イコール 20x でいいと思います。 何かとというとこの20が 1m あたりのね重さだからこれに好きな値をかければね好きな値をかければね 2m だったら2倍 3m だったら3倍ね2分の5だったら2分の5倍すればね 1m が便利だからそのまま比例定数になりますどちらかで解いてみてくださいよって答えはこちらで比例定数は20ですそれでは3番いきましょう座標の問題ですねえ P と Q がありますで4進んで2下がってますでマイナス3いってマイナス4してますこれで終わりですでこの式であのこれに関しては まあ適当にこれ3と2ですね。これ3と2通ってるなーっていうことで、y、y=ax にまあ3と2を代入して、こうやって求めてもいいですけど、さっき勉強した、x の増加量分の y の増加量。x の増加量分の y の増加量。ということで、3分の2って出しても OK です。で、2番もそうですね。これ、マイナス3だから、1進んでプラスして3マイナスされる。1進んで3マイナスされる。だから、マイナス3ってやっても大丈夫です。もしくは、まあこうですね。1とマイナス3を通ってるから、結局のところ、y、y=ax の x に1。 y に -3 -3 を代入しして、て a イコール3という風に出しても、OK、です。はいじゃあラストです。4番。1番 y イコー y=4x。で、かっこ2が y=3 分の 4x。じゃあこれ、グラフを書きましょう。原点は絶対通るので、じゃあこれ4はね、どうなるかっていうと、1進んで4上がる。なんでかっていうと、1分の 4x だからね。y=1 分の 4x。で、ここが変化の割合。で、x の増加量、y の増加量だから、これは1進んで4上がる。 これ OK だったと思います。1進んで4上がる。だから、こことここを結んでグラフを書けば終わりです。で、マイナス3分の4も一緒です。マイナス3分の4でもいいですし、3分のマイナス4でも大丈夫です。じゃあ今回の場合は3進んで4下がる。だから、こことここを結んで終了です。OK でしょうか。で、まあ普通の解き方でするんだったら、まあ X に1を代入すると Y が4だから、で1と4を結べばいいわけですね。1と4探して、ここだ。こことここを結べば OK。 で次も、ここが整数になるようにね、x を決めると、マイナス3とかがいいでしょうね。マイナス3とき y が4になるから、じゃあ、マイナス3と4の座標を探して、で、マイナス3行って4上がる。じゃあ、こことここを結べば、原点を結べば、OK ということになりますま。このように、一つの点をね、自分でこう x 適当に代入して探して、点を結んであげても OK です。はい。ということで、今回は比例のね、復習をさせていただきました。これが予習の人もいると思いますけど、ということで、 これ引き続きね、ハンピの話もあるので、引き続きね、比例とト比例セットで勉強してみてください。それでは、まあ、今回のね、動画終わっていこうと思います。引き続き、中1の数学の、ね、予習復習頑張ってください。それでは、あなたの選択肢によ、こうせんよ !PDCA スクール。PDCA ル。a ス c a d p a c c a